この、まあ、まず Amazon EC2 でね、どうやるんだろうという時に、まあ、なかなか親切に教える、ブログやら本やらはありそうでないと、ね、私自身も初めて、インターネットでお金を稼ごうと思った時ね、すごい簡単な質問がわからなくて、まあ、簡単なことがわからなくてね、eBay が登録できないとかドメインが取れないとかそういうつまんないところでつまずきました。でその時にね、もし親切に教えてくれる人がいたら、まあ3年は早くね稼げるようになったんじゃないかというふうに思います。でなかなかね、その初心者、どんな簡単な質問でも丁寧に答えるというサポートがないんでね、まあそれを提供しようということで、私はまあ本を書いたりサポートをしたりしてきてます。まあ今まで2冊、本を書かせていただいてるんですけど、まあ1冊目のまあ個人輸入の本、まあ、2冊目の、個人輸出の本、どちらもですね、もう本が、まあ、超初心者向けでね、上級者じゃ全く役に立たないというようなレビューをいただいてます。まあ、これはね、初心者の方が分かんないところをね、丁寧に書いてあるんで、まあ、それはそうだろうと、ね、いうぐらいで、何しろ設定している読者のレベルが読んでるこちらが不安になるほど低く設定してある親切内容ですというレビューをいただいてます。これ取りようによってはね、嫌味なんでしょうけど、私は素直にね、目論見通り、かけててよかったなと思いました。で今回の、まあ、この動画を使ったメールセミナーはですね、一度にドバッと、まあ、PDF とかね、動画何千本とか渡されても、まあ、何をやったらいいんだか分かんなくて、結局何も始められないということになると思いまして、まあ、毎週金曜日、月曜日、水曜日ね、このようにスケジュールを組んで、メールで、マニュアル記事をお届けします。でそれを見てね、ただ実践していっていただければよいと。でもし見て実践できない場合、わかんないところがあれば、次回のメールまでにですね、その、マニュアルの方は、修正してまたお知らせします。まあ、ただこれ1ヶ月やってみてね、順調にいってるんで、まあ、わかりやすくできてるかなと自負しております。